イカケヤは、情報落語の演目の一つ。イカケヤ、イカケヤとも表記。歴代、桂春男児の老いジのお家芸として知られる。この講では、成立期の延大である山城参りについても記述する。イカケヤイカケヤと町場の悪道たちとのやりとりを描いた、話。イカケヤは溶接の再不意語を用いるが、不意語の面白さから子供たちにからかわれてしまって、仕事にならない。もともとは、 三条参りという二馬構成の話の前半部分である。前半はイカケアが主人公であるが、後半はウナギ屋が主人公となる。三条参りとは、山伏に似た服装で、大峰山のザオウゴに参詣する旅行者を指した呼び名であるが、戦後までにこの風習が捨てれたことと、登場人物が急変するなど、筋の運びに無理があることから、ウナギ屋の場面はほとんど演じられなくなった。 すべての部分の公演は、初代桂春男児、二代目、桂小ラコミの録音が残されている。イカケヤが商売の準備のため、火を起こしているところに、近所の悪道たちが、イカケヤのおったーんと規制を上げてやってくる。悪道たちはイカケヤを取り囲み、おったん、そのプープー火を起こしてんのは、どういう目的やと問う。イカケヤが、金を湯、うに沸かしてるんやと答えると、ある子は、 おったん、造兵局かなどと言ってとぼける。悪道たちは他にも、アンさんは、サイ君がおあすかお子さんは、若子さんでやっか悲鳴午前でやっかなどと、次々とくだらない質問をしてからかっては、イカケ屋の反応を楽しむ。そこへさらに、悪書きの対象と称される少年が来て、こら、親父。イカケ屋は気に障り、そういうものの言い放するもんやないで。 もっと、おっちゃんとか、おったんとか、かわいらしゅう言わんかいとしかるが、悪書きの対象は、何ぬかしやがんねん。この下手と平気なものである。人間に、下手があってたまるかい。何のようじゃあ、ほんだらと、いかけやが聞けば、悪書きの対象は、石ほじくるさかい、金づちかせという、そんなもんにかせるかい。かしたる代わりにな、家帰って、己とこの鍋釜の底に、ボーンボーンと、 穴開けて来い。そんなことしたら、お父っつん、お母さん、怖いがな、それくらいのこともできんで、一人前の悪さになれるか。おっちゃんがお前らの頃は、金槌持って、よう鍋釜の底に穴開けとったわい。ははあ、そんで、大きゅうなって、直しに回ってんのんか。いかけやは、完全にやり込められる。かせ、かせ言うとんのじゃい。かさんかったら火消すぞ。おっちゃんが苦労して起こした火。 どないして消すねん。へへへ。しょんべんで消したろか、ぬかしやがったなこのガキ。消せるもんやったら消してみー。ああ、なんでもないこっちゃ。おい、市松ちゃんに、虎ちゃんに、みなこい。みなこい悪道たちは炉に向かって、一斉に小便を始める。ああ、ほんまに消しやがった。イカけ屋の嘆きを後に、悪道たちは次の標的、うなぎ屋を目指してかけていくのであった。屋台のうなぎ屋は、 悪道ちを見つけるなり、こら、お前やな。この間、三百円と五百円の値札を張り替えた奴は、看板をヘビヤに書き換えたんはお前か。おい、タレに指を突っ込むなと叱るのに忙しい。そこへ、山伏のような服装をした男が現れ、うなぎくん、君の持っているのは何かね。どうぞ、なぶらんように。これは、うちはですが、何、うちわ空おかしいな、ここは、 外じゃ。外なら、外は、言うのじゃないか。ぐーっとでも言えますか。へれ。ぐー、ああ、静かにしなされ、さいなら子供ばかりか、大人にまでからかわれたうなぎ屋が悔しがっていると言い合わせた人が、お前そんなら、お前山伏か。山伏なら、山池間抜けが。里歩いたら、里節やないか。こういうたれという、うなぎ屋が男を追っかけて、 山伏なら、山池というと、わしゃ、山伏やないという。続きが言えなくなったうなぎやはとっさに質問する。ほんならそのなりはんじゃい、わしゃ、三条参りや、ああ、ご機嫌ようお参り、ありがとうございます。